皆さんこんにちは。メンタルビジョントレーニングの松島まさみです。コロナ感染拡大による外出自粛により、ストレスケアや自宅でできるトレーニングなどのご相談を受けることが増えています。そこでアスリート向けの家でできるストレスケア、運動機能アップトレーニングの無料動画配信をしたいと思います。興味を持っていただけましたら、オンラインでのトレーニングも行っておりますので、ご相談ください。スポーツのスキルを上げるためにやることといえば筋トレ、それぞれの競技のスキルの練習、ストレッチなど体のケア、いろいろやってこられたと思います。でも運動のスタートって目ですよね。目で見たものを判断してバランスをとったり、自分の動作を決めたりします。人の見え方と比べることができないので気づきにくいものなのですが、トップアスリートは目の働きがいいということが世界中の研究で分かっています。距離感のトレーニング、ボールと紙コップ、これはカゴでもゴミ箱でも良いです。まずステップ1、普通にボールを入れる。30センチ、1メートルと距離を変えていきましょう。2つ目、真ん中に目印を置いて、この目印を見ながらボールを入れる。ボールや紙コップは見ません。真ん中に置いた目印を見てボールを入れていきます。3つ目、ボールより遠いところに目印を置いて、その目印を見ながらコップにボールを入れます。伸縮力のトレーニングです。ボールにボールを当てていくというトレーニングになります。片手で一つのボールを投げて、一番上に来たところでもう一方のボールを投げます。慣れないうちは上げて当てるだけでもいいです。慣れてきたらもう一方のボールも投げて当てましょう。